どうもチャイムジャパン、ケイスケとユウセイとナクトとジュネキとカゼミロと、あ、じゃあカゼミロです。あれ見ろ、これ見ろ、カゼミロ。はい、カゼミロでした、はい、よっしゃ、カゼミロだよ。さあ、久々の6人揃いましたね。いや、6人揃いましたねの前にさ、ユニフォーム新しいじゃん。いやいや、2人はいいよ。ここ二人、うん、いや南野と柴崎どうすか、新しい二人、二人、いい感じ。いや中島翔也選手、そんなんだっけ。そうよ。いや、ちょっと待って、お前まずさ、上、何そのさ、下に、ね、つけて黒いやつ。ヒートテック。いや、なんかそあんまブカブカのやつ着ないってさ、これ探して、いや、これ持ってたけどな、どっか遊びでなくなってたやん。急遽これで、今日は。じゃあ着るな。今日は、寒いやん、だって。寒いしなよ。で、まあそこはいいよ、100歩譲ってね。まあ、確かに、いいんだけどね。下の、これ、なんだこれ。これ何これ、何それ、どうしたの。これ今日はね、これでやっていきましょう。はい、ただですね、ちょっと今日の企画、俺ちょっと物申したいんですけど、前回なんかボレーの企画やったでしょ。後ろから来たボールをボレーするって見たやつや。そうそう、やってた、2人でやってやってたんですけど、あれ後ろからなんですよ。後ろやってんの。いや、気持ち、なんかだってこう見なかんから後ろだって。あ、そう、斜め、うん、アーリークロスの位置からのボレーでしょ。俺やりたいのは真後ろから来たボールをボレーかと思ってたんですよ。なるほどな。本当に真後ろってことね。本当に真後ろ、うん、だから今日の企画は、うん、第1回真後ろから来たボールをダイレクトボレーシュート。ということで、優勢がこれ物申して第1回ってことで、優勢企画なんですか。なんだ、ただあれは違えぞって言いたいんだから。あれは違うぞと。俺は後ろから来たボールをあんな感じじゃなくもっときれいにできるんだと。できる。あの時俺は病気で休んでました。確かに。ただ、まあやりたいだけですよ、実際。でも、真後ろからのボールってどうなんだろう。なるほどね。そうそうそう。やっていきますよ。はい。よっしゃ、ちょいっと見ろ。あれも見ろ。これも見ろ。じゃあ一旦スタート。はい、それではモノモースと言った優勢からのチャレンジです。スタート。これ蹴る方もむずいよな。おはははは、うまっ、今のうまっ。チップキックね、チップキック。うん、交代。はい。交代です。おお、いいね。いいでもさ、カメラ振ったら、いいよ。あ、いい、ナイボ。めっちゃいいボ。うわー、おグッボ。いいよ、いいよ。残念。はい、取りに行ってください。じゃあ千秋どうぞ。俺は切るんだね。うん、オッケー。 あれあれ、ドミ、もう一回こっち向いて。ふわっとしたボールな。ドミ、ちょっとこっち向いて。ふわっと、何あれ、何よ。オープニングと顔違くない。こんなんが顔違うの。全然一緒やん。違う違う違う。いや、眉毛風見ろ。眉毛か。いや、さっき眉毛足したな。何もノーメイクだったらさ、風見ろって、のどみさんノーメイクなんですかって言ったら、もういいでしょって言ったら、いや、のどみさんですよって言われた。ただののどみさんですよって。ただののどみさんだから、ちょっと眉毛描いた。ああ、オッケー。グッポ、いいぼ、いいぼ。わあ、ないぼ。うわー、うわあ、グッポ、めっちゃグッポ。うわー、ナイスラップ。ないぼ、ないぼ。あー、ちょっと向けた。うわー、いい。あ、めっちゃいいボール。いい、うわ、今のいいよ。そうそう、来たボール、そう。試合中はどんなボール来るかわかんないよ。グッポ、行かない。終わった入ったっしょ。うわー、めっちゃ良かった今の。
いいんじゃない、いいんじゃない、決まったっしょ。ダメだ、重なる何が重なる、太陽と重なる、重なる、重なる、か、か、逆にする、もったいないで、うわぁ、めっちゃグッボーやったのに、グッボーショー、グッボー、あれサイド流れたらな、いいよいいよ、正直え手から出てました、え今のがいいのか、いやなんかさ、なんかミートしてなくない、ラスト気持ちよくないな、そうなんかミートしてない感じがなんかヘボいな、そうミートしてないから、なしにしようか、いいよ、強いか、あれ真ん中じゃなかったらな、いいよ、泥臭く行こうぜ、一生懸命やってるとこはね、ファンはね、心を掴むんで、そうだ、行くよ、オッケー、え、うわ泥臭え、俺泥臭え、謎、この人は本当に、あそこも謎だけどね、え、そういうの、そういうの、うわこれむずい、これむずい、うわめっちゃ良かったよ今の、きたあ、いいよ、いいいや、きたなんかぬるいな、ぬるいぬるい、いいのぬるいぬるい、ただでもさ、これやっても終わらんから、もうぬるいのもオッケーするわ、次から、こっからね、こっからもぬるいのオッケー、いいよ、落ちた、うわっいいよ、うわっ落ちた、うわっマリオみたいな、ナイスね、サンキュー、綺麗だった、オッケー、綺麗、オッケー、この流れで結局この3人が残んの、いくよ、いいんじゃない、完璧今のも完璧今のもけんなよ、お前、ひろ、ひろ、
キロ。ゆうせ、中島南のホットラインで。あるよ。あるよ、本気で。本当にあるから。いいから、ドロップ。すごい。あ、うまい。面白いよ。そう。さあ、これだ。うわあ。今の完全にその足に当たった時にこのラストミー髪髪オッケー頑張って終わらせオッケーナイスキートラップしてすぐでいいよオッケー惜しい愛情を持って優しくフォワットはいどこだろう？いや、かっこいいだけ落としてからのやつしようね落とし画面勇者あげやじゃん最高時間確かにあの方がええわうんいいんじゃないそうそう、だ対空時間の方が多分合わせやすいんじゃないめちゃくちゃやりやすい多分合わせやすいんかもしれん、うん、あの2人はすごかったってことやはい、パリーはい、パリー超えてる超えてるくんいやもうケース判断で行こうそうそうダメダメもう一回だけ、もう一回だけだすごい鬼やなんか嫌や行くよハハ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 ハオッケーユウセオッケーオッケーどうどう何今僕のミスだよ今僕のミスだよいいよ分かったじゃあもう一回そういうことね。これもいける。そうそうそう。あれもおもろいな。オッケー。オッケー。よっしゃ。今のはいい。ありがとう。わかりました。終わりですか？違う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 。モノモンスター本人が。終わりで。え？待てよ。ちょっと待って待って待って。モノモースです。モノモースです。決めてないけど。じゃあ、やらして。順番やん、順番。いや、決まるまで行こう、ゆうせいが。順番あるやん。一発で決めてやるよ。じゃあ、ドミさん、あの、フワンとしたボールがいいっすか。あの、斜めから落として。で、ケイスケが上に振られてて。オッケー。一本で決めてやる。今さっきの最後のケイスケに上げたやつのボールみたいな感じだな。あれがちょうどよかったな。オッケー。オッケー終了。オッケー。お願いします。オッケー終了。止める気あった今。なあ。
いいよいいよ、もう終わりでいいよ。よかった今ので。よっしゃー。はいはい。長い、長い、長かった。長かった。無理無理。はい、ということでどうでした？言って物申せた。いや申せた。申せたっていうか、申せた。いろんなパターンがあったわけじゃないですか、ボレーが。うん、めちゃくちゃうまかったし。だからそれが見れて俺はもう満足しました。流星のいろんな人のボレーが見たかった企画です。なんだそれ。え、でもね、意外と、2時間弱ぐらい。長いよ。2時間弱。僕とタクト地獄だよ。確かに。ずっとボレーロイでね。で、千秋は千秋で20分ぐらい喋らせて、ずっともう集中して。もっと練習が必要ということが分かりましたね。はい、確かに。はい、じゃあこの企画面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、あーん、ちょいっとバイバイ、あー、流星に。もらおういやいやいやはい、ではちょいっとちょいっとちょいっとバイバーイ。